すごいよね。今ので1本の動画心が 1.5 本分の動画にしちゃうんだもんね。スターステール恐ろしいよね。だてに15年やってないですよね。15年しかも兼業でね、仕事をしながらね、毎日と、まあ毎日動画はここ2年ぐらいですけど、やってるってなるとね、結果的にどうなるか、サボり方を覚えますよね、やっぱしね。そういうのって大事ですよ。お、雨止んできたな。大野の市街地の方を目指してみようかな。多分、福井までは遠いんだよな。ちょっと調べてから行くか。いや、どうせ。ゆっくりと調べてから行こう。もうちょっと休みたい。何か起こるかもしれませんが、カメラを回しておきますけどね。こういう時でいいね。電車乗りだったらもうバッテリーまだ一回も交換なしですからね。充電しながらなんで、これは便利なんだ。ちょっと休んでから行こう。すごいね。こっち郵便局の車こんなんなんだ。小高いとこかなと思ったけど。へー。あれガチンコ郵便車ですね。ああ、黒ナンバーだから、ガチ郵便車だ。さてね、今ちょっと調べてみたんですけど、前金かけてねえよ。お休みモードにも。ちょっと休みが行こうかなと思ったんですけど、なんかね、このね、ちょっと行った先にね、非常によく休めそうな日帰り温泉施設があるらしいんですよ。平成の湯っていうのがあるらしいんでね、まあ令和にはなりましたけど、いや、平成いいじゃないですか。平成をね、懐かしんでもいいじゃないですか。ね、過去をね、思い悩んでもいいじゃないですか。ね、天気も天気ですし、温泉入るかな？しかもなんか600円とか700円ぐらいらしいんで、もう高くないし。大野市街地の方、どうしようかなと思ったんですけど、なんか、泊まれそうなとこもないんで、多分このまま夜通し運転して帰るような羽目になりそうなんで、温泉かな。休むか。ってことで、温泉に向けて行きたいと思います。ただ、大野の市街地の方に向けて、ちょっと進んでいくといいみたいですね。よいしょ。あ、ちなみにここのファミリーマートは10時で閉まるのか。それさすが24時間やないよな。まさる6時から開いてくれるのありがたいですね。で、地蔵にスーッと行くと、歩くとなんかまあまあな距離ですけど、ほどなくして、鉄道駅があるらしいんですよ。いや、地図で見てあの縮尺だから、まあまあ、車でも10分ぐらいはかかるのかな。九頭竜スキー場、パークホテル。ホテルはそこそこあるみたいで、観光ホテルが多いみたいで、ちょっとお値段は、一人利用だと結構なあれになりますね。まあ、家族連れとか、2人から2名から4名ぐらいで使うのが想定されてる感じのホテルが、ほぼみたいですね。ビジネスホテルっぽいのは、ちょっと、あるのはありそうなんですけど、とりあえずなんか、パッと見たところ、調べたところはなんかもう埋まってるみたいなんで、最悪福井まで出るのか。いや、もう夜通し、さっきの道折り返して走った方が良さそうだな。で、一宮で休んだらいいでしょう。わ、すげえ。落石防止の上、シェルターの上にめちゃくちゃ石が折ってる。落石やっぱあるんですね。
まあまあだね。なんか上空をさっきの SB 何線か、あ、SB 北線かがクロスしてくクロスポイントがあるみたいなんですけど、そこからちょっと行ったところらしいですね。あ、これあたりもすごいわ。あれもう上めちゃくちゃ石が乗っちゃってる。怖っ。いっぱいありますね。これが平成の湯まであと3キロ。まあまあまあ車なら、ちょうどいい距離ですね。まあ、ちょっと歩きだったらこう危なかったね。あ、これちょっと駅間散歩なんてしようなんて安易に考えてた。やばかったね。この道は。ちょっと歩くにはちょっと怖すぎるね。え、なんか上を走ってる。これは車のバイパスか。できた、できた。これは車の、さっき言ってたバイパスの建設工事ですね。これができたら本当にストーンと大物の市街地の方も抜けれますもんね。もしかしたらそれができる前に、撮ってるんでちょっと貴重映像になるかもしれないですね。カーブ深し、カーブが深いってすごいあれですね、表現ですね。あ、これが鉄道のあれかな。でここ曲がったら鉄道駅だし、赤あれこんな感じなんだ。ああ、そこにあるのが、越前下山駅。これも到達困難駅だね。駅前は、あれだね。行ける感じじゃないんだ。折り返しさせてもらおう。残念。こんな感じになってるみたいです。そこが駅の乗り口、乗降口になってるみたいですけど、ちょっとこれはもう行っちゃうと折り返しも何もできなくなっちゃうんで、戻りましょうか。駐車、集落内の道路等には駐車しないでくださいということですね。すごいですね。ここで車取るのはなかなか品物です。まだ1時間半以上来ませんからね。さすがにしんどいね。
大野の市街地までは23キロ、結構まだあるんだよな。福井が54キロあるからな。さすがにちょっとしんどいよな。ワイナリーやるんや。ファイナリーは誰かに乗せてってもらわないと試飲できないですからね。あれ言ってるうちに、どこだこれ、普通に、あ、平成で言う、あ、そっから入ってたんだ、しまった、ミスった。前のそっからデルタになっとって入れたんで、これか平成の湯。おお、ふう、隣にレストラン嵐もあってで、あ、奥のホテルは今リニューアル工事中って感じなんだ。なるほどな。うん、結構綺麗じゃん。令和じゃなくても十分綺麗。うん、平成だっていいじゃないか、昭和生まれだもの。駐車場かな、止めちゃっていいのかな。よし、休むぞ、温泉じゃー、やれたからね。あ、福井まで運転してんすもん、三重から。いいいいいい、温泉ぐらい入れさせてくれ。よいしょ、ちょっと温泉行ってきます。多分、次カメラが回るときは真っ暗やね。もう、よいしょ。